どうも高井です。なぜ9割の人は定年後に無能になってしまうのかですが、ほとんどの人は高校卒業もしくは大学卒業の後3年後、4か10年後どうなっているかって想像してません。勉強せずに3年経ってしまえば、どんな賢い神童と呼ばれた人でもただの人になっちゃうし、どんな神童でも勉強せず10年だらーっと会社に通ってたら、もう完全な頭が野生化した猿並みにバカになっていってる。でもそんなことって想像できないじゃん。勉強せずにずっとね、定年まで過ごしてたら、もう頭の中廃人並みにすっかすかになっていってる。でもそれって定年した後に自分自身が会社での仕事以外全くできないっていうダメな人間だって気づかない。これってやばいことじゃん。だから今のうちに、別に私は本を読めって言ってるわけじゃないです。趣味の本とかね、読みたいって思ってる本を読むのは結構なんですけど、超一流の趣味を持つ、お金にできるぐらい優れた趣味を持つっていうのもありだし、でも最初って誰でもしょぼいじゃん。この作品も作る程度の人にお金なんか払いたくないなってほとんどの人は思うわけじゃん。だから趣味を徹底的に磨いて一流になる。一流の趣味を持つことによってあなた自身にお金を払いたいって思ってくれる人が増えていく。そういうことでもいいし、本を読んで知識をつけて新しい技能を身につけるっていうのもいいし、とにかく今のうちから自己投資をしていって、あなた自身のスキルを磨いていってください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。